ボス。はい、ペットカメラ買いました。ペットカメラ、あ、ペットカメラ、ごくごく稀に誰もいない瞬間があるんだけど、うんうん、ちょっと過酷すぎるとは思うけど、うん、一応ね、うん、たまーに逃げ脱走するやん、うん、脱走する、あの一番困るのが、はい、最近はないけど、うん、運送会社の人が開けっぱなしにして脱走が前多かったけど、うん、それで、うん、開けられても脱走できないようにはしてるけど、うん、そういう脱走もあるからね、あの一瞬コンビニ行ったりするだけでも心配になるから、うん、ちょっとペットカメラ買おうかなって思って、はい、うわ、もう来た詰まってきたぞ、あ、なんか来た、いやよし、お前ここに来たということは覚悟は決まったな捕まえた捕まえた捕まった捕まった、みちゃみちゃ丸もいった丸もいった丸もいったみじゃ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 さあ、ガッシュ、あー捕まった、いやー、うわうわうわ、みじゃ、あー丸もいった、丸もいった、みじゃ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 、本気で邪魔ですか、よしよし、出口も出してあるよ、頭隠してない、ちょっとみーちゃん待って、みーちゃんちょっとちょっと出口もついてあるけど、みーちゃん待って待って待って、ほら開けてあげてよ、みーちゃんほら、みーちゃん開けてあげたって、なんでじゃないって、おー、なんで俺を攻撃するんや、みーちゃんほら、みーちゃんほら入っていいよ、なんでなんで入らんの、おぉ、あぁまたやるかな、こっちやみ、突っ込みやすくしとってやる、こっちやろみ、みたら突っ込んで、なんすみちゃん、こっちやろ、丸が待っとるけど、苦節2時間俺ね、絶対こうなると思ってね、ペットカメラレビューをいっぱい見たわけよ、でも全部案件やけん、こういう面倒なところ全部動画で使ってなくて、はい、ここがいいですよって言うけん、俺は絶対こうなると思ってけ案件でも接続の仕方をしたそれじゃ繋がったと繋がった、はい、繋がりました、ちょっと待ってね、カメラの動作を切り替える、これ大きいモニターに映したら直樹さんの感じ、そうそうそう、声だけ坂岡で上げるヘッドじゃなくて直樹さんの感じやけど、ずっと撮られる感覚でおらないかんってことです、ずっと決め顔がしとかないですよ、決めらないかと思ってる、決めろ、あ、動いた動いた動いた、タイムリーだった、ちょっと待って、ちょっと待って、はるはる、もうみーちゃんがビビってキン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 になるよ、まあここに例えば置いて、あ、温度もできるって、温度も見れるし、うん、あ、映った映った、どうやって動かしてるんですか、これ多分人が動いたらそれに反応してカメラが、へえ、うわ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 、マイクしたら、うわ、みーちゃん、みーちゃん、みーちゃん、丸連れてきて、みんな向こう行こうぜ、今行こうぜ、みーちゃんも、みーちゃん、まる、まるおいで、まる、まる、うわ、これ編集大変ぞ。行くよ。行くよ。ほら、あ、丸さとみ、ほら、丸の方に向く、ちょっと待って。あ、ちゃんと動きますね。ほらほら。もう二人。まあ、それは画面で。いつ喋る？いつ行く？行く？みーちゃん見よう。行くよ。丸。丸。丸くん。丸くん。来た。おお、すごいすごい。勝手に。行くよ。丸くん。丸くん、おやつあげようか。
あ、みーちゃんの方行った。あれ？もうマルくん多分びっくりして、動いとらん。なんやなんやって。あ、みーちゃん。この肛門？見る見る。あ、これいいな。いや、マジ。たまにちょっとだけ家出る時とか心配になるっちゃうね。いたずらしておらんやろうか。見よう見よう。これ倒すっちゃう。マル、マル。あ、でもこれを気になりよったよ、みーちゃん。カメラ自分で動かせるんですか？多分ね、そうかも。ああ、もうラグがあるね。音を切って、どこ行った？どこ行った？どこ行った？ま、まる、まる、何しよった？まる！ドクちゃん、ドクちゃん何しよった？トクちゃんの動きはこっちで監視してるよ。まる、まる座ってま。あった。あった。ということで、はい、ヘッドカメラでした。はい、ありがとうございました。すごいなぁ。